刑務所の囚人が食ってきてるのに辛いこと、嫌なことがあったら俺を見ろ、そして笑え、パワー。江頭、初めてのカップ麺。カップ麺はよく食べてるのとかあります？三宝軒の焼豚ラーメン、基本やっぱ三宝軒の一択だね。アフリのゆず塩ラーメンです。アフリゆず塩、はい、しゃれてんな絶対落としめてやりたいよじゃあいただきます。はい、うわ、超おいしい麺の歯ごたえも意外ともちもちしてて本当にもちもちしててすごいおいしい。で、歯切れもいいですよね。歯切れもいい全部コメント盗んじゃん。三宝軒の焼豚ラーメンを100点とするとこちら何点でしょうか？110点！やった！やった！やった！いや、負けたこれ、素晴らしいですよ。いや、こんな進化してたか。スーパー豚キムチ。なんか刑務所の囚人が食ってちょうどいいみたいなそんな感じだね。いいですよね、スーパーカップ。いや、お前のに比べたら最悪だよ。最悪ではない。Dがここにいるってことは、はい、僕ですね、うん、めちゃくちゃカップ麺が好きで、うん、本当に美味しいカップ麺っていうのを皆さんに、そして江頭さんに教えてあげたいなと思って。また上からだねまた上からだねあ、こういうことかと、うん、っていうのをちょっと皆さんに分かった、知っていただきたいと思います。大丈夫ですかそんなに、はい、こちらです。じゃん、泣き流の担々麺。これ辛そうだよ。辛そうですね。で、これも混ぜて大丈夫です。でかしゃさん、そのチーマージャンだけ待ってもらっていいですか？先に、あ、待ってください。まず一旦このスープをまず一旦混ぜてください。はい、先にチーマージャンをかけたら、うん、混ぜないでください。混ぜない。で、でかしゃさん、僕のかけ方を一回見てもらっていいですか？もうめんどくせえこの男、めんどくせえもうずっとめんどくせえよ。100の状態で食べていただきたいです。もうめんどくせえよこう、ま、こう回して、あ、ちょっとこう回しがけていただいて、ま、これでいいの？はい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 、はい、あーでもうまいっすね、スープ。普通かな。70点。
説明がくどかった僕のせいですね。そうだもうこのあれだけ前振りしてあそこまで高めて、はい、食べたらこれだけかって思うよね。カップヌードルパクチー香るトムヤムクン味。本物のトムヤムクン僕食べたことないんですけど食べたことないんだ。食べたことないんだけど、うん、トムヤムクンこんな味なんだろうなって想像してる、はい、そうなんだ。なんか大丈夫か、はい、お前なんか涙目になってる。言い過ぎたかな。大丈夫、大丈夫、ちょっと落ち込んでますね。そうだね。いきますか。いただきます。これ最悪だよ。これ最悪だ。うわっ、辛っ。何これ、何これ、これ人間の食べ物じゃないよ。これ何これ、完全罰ゲームだよこれ。こんなまずいのあるの。めちゃめちゃうまいです。めちゃくちゃまずいじゃんこれ。めちゃくちゃ売れてる。そうです、本当にこんなの売れるなよ。コンビニで大体もうありますもんね、はい、絶対ます。辛いだけ。辛いだけ。カップヌードルさんごめんなさい。ほんとまずいっす、ごめんなさい。俺が悪かった、ごめんなさい。ほんと悪かった、ほんとにまずいっす、ごめんなさい。僕も最初食べた時にあれちょっとなと思ってたんですけど、これ2回目3回目って食べていくとどんどんハマっていくんです。その勇気もない俺。15点!15 点!15 点!マジか。点数があるだけいいって。辛いだけじゃなくて、まずい、まずがない。まずがないんだよ。日清さんに謝ろっか、一回みんなで。日清さん、どうもすいませんでした。これから俺が伝説を残していくから、お前ら見てろ、分かったな。